象って本当に大きいけど、一日にどれくらいの食事をとるんだろう。今日は象さんにお話聞いてみたよ。僕は象、大きいだろう。陸に住んでいる動物で一番大きいのは、なんといっても僕、アフリカ象。体の大きさは 7.5 トンぐらい。僕は体が大きいから食べる量も多いよ。もちろん動物園でも一番食べるのがこの僕だ。どれくらい食べるのかって、生の青草、乾燥させた草、さつまいも、人参、リンゴなどを一日で合計100キロ食べるよ。草は奥歯で噛みつぶして、長い時間をかけてゆっくり食べるんだ。僕は長い鼻を手のように使って食事をとるんだ。水だって1回に4、8リットル、1日だと100リットル以上も飲んじゃうんだ。1リットルの牛乳パック100本分だよ。すごいだろ。たくさん食べるからうんちの量も多いよ。1回で約10キロ、1日にして100キロものうんちが出るんだ。1日100キロって君の体重の何倍のうんちかな。びっくりだろ。ゾウさん、どうもありがとう。今日も見てくれてありがとう。君もチャンネル登録して生き物博士になってね。じゃあねー、バイバーイ。